キーです。さやみるきーです。よろしくお願いします。いやー、乙女のやりたいこと、うん、注文は無尽蔵ですな。急に何やねん。いや、私、うん、またやりたいことが一つ増えてん。またかいな、うん、今度何よ。私、うん、お天気キャスターやりたい。お天気キャスター？まあ確かに最近アイドルでもやってる人おるけどな、まあ、結構大変な仕事やと思うで、あれ。そんな降水確率 80% みたいなこと言わんといてよ。いや、全然うまないけど。あとな、天気予報っていうのは当たれば喜んでもらえるけど、当たらんかったらめっちゃムカつかれねんで。いける？明日のお天気です、うん、明日は晴れ、時々曇り、ところによっては雨、うん、降らないところもある。一時雪、あられ。保険かけすぎや。今日もうええわ。どれか当たるやろ。ずるいね、全部言うてるやん。降らないところもあるって何なん？取りこぼしのないようにね。だからせこいねんって。もっと絞って、せめてさ、降水確率 80% とかさ。明日のお天気は晴れ、うん、時々あれ。あれって何？あれの確率は 80% です。だからあれって何よ。明日は必ずヘルメットをかぶって出かけましょう。あれめっちゃ危ないやん。どう？どうやらへんがな。続いては山本さやかの私に対する気持ち予報です。私のミルキーに対する気持ち予報、何それ。山本さやかの私に対する気持ちは好き、10秒後嫌い、場合によってはめっちゃ嫌いになるでしょう。どういうこと？私は好きやで、普通に。ありがとう。ほんまな、うん、顎女。誰が顎女やねん。いや、嫌いやわ。確かに好きの10秒後嫌いになったわ。あ、顎に顎って言うた方が顎やっておばあちゃんに言われたんやった。あ、めっちゃ嫌いやわ。もう嫌いからめっちゃ嫌いになったわ。いや、ほんで顎のことアホみたいに言わんでええねん、うん、いや、あんたのことはもちろんやけどな、あんたのおばあちゃんのこともめっちゃ嫌いになったわ。顎に顎言うたもんが顎。さやかはめっちゃいっぱい人にアゴって言ってきたんやな。アゴって言ってきた結果がこれちゃうねん。でも私の予報は当たってたやろ。もうええわ。ありがとうございました。